はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらスペクタルの第2ステージスーパーサイジン2孫悟飯、まあ傍若戦の悟飯ですね、こちらに飲んでいきたいと思います。まあ傍若連れていこうかなと思ったけど、ちょっと無理だなっていういやね、頑張ればいけるじゃないんだよ、頑張っても無理なんで。まあこんな感じのこいつをねポロったんで、まあディスポ今回初使用を使っていきたいと思います。まあディスポさん結構ね強いらしいんでね。でディスポといえばトッポさんね、まあこいつも外せないで、第11宇宙のお色気枠結構強いって聞くんで、まあ結構ゴチゴチゴリゴリのパーティーでね行ってみたいと思います。登場時演出は、ね、見ないと不敬罪なんで見ていきましょう。で、おいいね、この道着のご飯めっちゃ好きだわ。で、あー気絶有効なんだね。まあここはとりあえずまあ悟空さんの気力を上げてのまあディスポさんちょっといくつ出すか見せてもらいましょう。一応2凸できたんだよねなんだっけな、チケットでもポロったんじゃないですか。チケットでもポロって、で普通のガチャからもポロったから、なんやかんや2凸になったんでね、もう楽しみに使っていきますよ。でいいね、会心出して、で380万、どうなると強いんだっけこいつ。追撃必殺があれだっけ、アタック上昇が、おっとペチペチで430万。でこっちも上げていくか。でこいつ3000万ぐらい出すイメージあんだよな。なんだ、必殺効果で上がるんかな、4ターンぐらい。でオーバーヒートマグネトロンぶち込んで、いいね、お気絶ナイス、ジレンの気絶が役に立った。ではトッポ。さてエロい戦士が出てきての、まあ気絶しちゃってるんで、ここはまあどうしようかな。ちょディスポさん見直そう。あ、11ターンアタックが上昇する、なるほどね、そういう感じなんだ全然見てなかった。でここはちょっとどうしようかな、ベジータ後ろに回したくないんで、まあとりあえずジレンと並べての、まあトッポさんでね倒していきましょう。ベジオくんが670万。最近マジでベジータしか使ってねえなどのデッキにもベジータ入れてんだけどベジータ依存症になってるわ。こいつが本当に優秀すぎるかな。でオッケー、アイテム使えば無敵だしね。でジレンさんがまた気絶入れちゃうかなこれ。おーっとナイス。でエロい男880万、強いね。でエロお子様には見せらんないぞ、ご飯には見せらんねえ。でまあここはとりあえず身勝手でかわしてのビルスに似た人で倒していきましょう。まあ身勝手さんじゃ倒せないと思うんだよな、1400万、倒しちゃうかな。まあディスポさん手前でもよかったんだけどね。で800じゃない、970万。でいいね、実の息子を腹パン、おおナイス、かわせよ、ナイスいいね。で470万。でこっちも上げていくか、フィニッシュ、いいね。おお、まあまあ上がり幅すごいね。でフィニッシュで、ナイス600万。こいつもなんか音速モードみたいなのあったよね、意味わかんねえ意味わかんねえモード、あれのフェスゲンもそのうち来そうだけどな。いいね。で1000万と、こいつも優秀だよな、こいつも結構使うね。ゴルナラゴ、あっちより全然使ってる、あっちは逆にねほとんど使わねえな、強いんだけどねあいつも。 OK でいいね。お、いいね、この BGM マジめっちゃ好きだわ。でジレンさんもあとは任せられるんで、まあ一人任せていきましょう。どうしました、あとは任せる、俺が出るような強者はもはやいない。さあジレンさんが有給消化をね使ってるんで、もう仕方なくね他のみんなでやっていきましょう。でベジータが2100万、頭おかしい、頭おかしい。ファイナルフラッシュぶち、おっとと、ゲージがあるんか、全然見てなかった
全然見てなかったわ。で、サイヤ人の誇りを見せてくれるそうです。まあ、何のゲージだこれ。何のゲージだこれ。これが溜まるとどうなるのか。あ、いいよね。これめっちゃ好き。イニシエの演出の中で一番好きだわ。で、強えな、こいつ。このハゲ強えわ。この白玉くん強すぎる。あ、でも、ギリギリ溜まってないんじゃない？あ、溜まってたらしいです。溜まってたらしいですね。悟空さん出てくんだ。なんだこれ。溜めないと、どうなん、溜めないとどうなんだこれ。溜めないメリットはなんだ。おーっと、なんかダメージ食らった。なんかあったよね。攻撃を回避する。まあ、とりあえず、ご飯じゃない？で、トッポさんも変身できるけど、ちょっともったいないからまだいいでしょう。で、とりあえず悟空、身勝手は悟空倒してもらって、で、ビルスに似てる人もとりあえず悟空狙ってもらって、まあ、トッポさんは、幼子を狙ってもらいましょう。いいね。日差しとは違う。で、戦。待って、これ確定回避じゃないこれ。え、攻撃を回避することがある。え、あるだよね。回避するとは言ってないよね。え、待って、あ、でも、あり、ギャ、いや、待って。いや、こんな頑張ってんのに。え、これ確定やん。え、確定って書けよ。確定って書けよ。え、かいつだっけ確定って。え、か、あ、待って、え、全属性があるはずを、え、書いてあった、確定回避するって。え、絶対書いてなかったよ。絶対書いてなかった。おい、待って、6万9000、すげえ。ピタリ賞になったわ。いや、そんなこと言ってる場合じゃない。そんな五択を言ってる場合ではない。うっそ、絶対書いてなかったよね、確定回避って。いや、これ書いてなかったらもうお祭りね、ちょっともう苦情の電話入れるわ。こういうのをね、悪質クレーマーと言うんですよ。で、670万。え、でも、あれ、トッポさん、あれ、トッポさんの全属性ガードの条件なんだっけ。あ、スペシャルポーズか。ミスったわ。そう、宇宙サバイバルじゃねえわ、あいつ。で、いいね、ジレンさんの気絶が入んなかった、美味しい。で、いいね、ご飯を、腹パン。で、待って、強すぎ。自分語り結構です。ほんと自由な男だな、お前。いいよね。この BGM もね、好きだわ。トッポさんはね、お松に優遇されてるかんな。普通のフェス弦のくせに BGM が3個ある。しかも全部いいっていうね。しかもどれも神 BGM っていう、もう最高のキャラクターです。で、こんなものは回避。で、いいね、ナイス回信。待って、もう喉が。ああ、ちょっともうな、なんか喉の調子悪いだけよ。いいね。いきなり700万になったな。いきなり700万は強いな。で、OK、回信出し、ツーン。まあ、こいつ強いな、やっぱり強いわ。回避もあるかな。ディフェンス無限になるかな。で、エロい大回転して、で、もうスタンバイできるけど、まあ、まだいいでしょう。とりあえず、トッポさんじゃなくて、ベジータさんで被弾パッシブ受けての、まあ、白玉くん2匹で倒してもらいましょう。で、1200万。で、いいね、920万と。で、1400万。のオーバーヒーツマグネトロンぶち込んで、おー、傷入った。倒せねえかな。で、いいね、700万と。いいね、白玉くん、この技好き。おっ、あー、爪が甘え、白玉くん。まあ、じゃあいいや。こいつでアタック無限上昇積ませますか。で、ちょっとでも回復。
で560万トン。オッケー。で、でもここトッポ使わねえと危ねえかな。でもちょっともったいないよな使うの。まあ、とりあえず白玉くんスタンバイさせて。任せないで。あー、有給消化。どうしようこれ、トッポ手前の方がいいんかな。さすがに全属性ガードないときついよな。で、まあ、死ななきゃ、ただとりあえず生きて頑張って生きて。待って、先手必殺やばい。まあ、オッケーオッケー。730万。トッポさんきついな、やっぱりエロいだけじゃエロいだけじゃ生きていけないこの世の中で。2000万。強いけどこれ意味ないんだよな、どうせゲージも溜まっちゃうからな。ゲージ溜めずに無理じゃないこれ、絶対無理っしょ。3発で溜まっちゃうんだもんな、それがめんどくせえわ。さて問題のステージ、これで、はい、ごめん、お松様。お松様、私がバカでした。攻撃を回避するって書いてありましたね、ちゃんと。ほんとだ、攻撃を回避するだったわ。攻撃を回避するでした。大変申し訳ございませんでした。私がバカでした。でも、書いた、まれに回避するみたいな書いてあったと思うんだけどな。なんで見間違えたんやろな。なんで見間違えたんだろう、私。やばい、お松に、菓子折り持って、土下座しに行かねえとな。で、まあ、ここ復活できるんで、まあ、アイテム使わずに行っていいでしょう。で、いいね。回避して、回避しての。で、1700万強すぎ。で、OK、回心出して。で、790万出して、回避して、回避して。これ頼む。お、ナイス。おっと、殺意増し増し。今日調子いいな。2200万。いいね。さて、幼子をコッパみじんにしていくと。で、490万の殴り。殴ってはねえな。で、800万。で、変なもん投げつけて、高速プレイ。で、ペチペチしての。いいね、900万。で、高速プレイしていきましょう。フィニッシュ。もうほんとだ、回避するって書いてあるね。なんで俺見間違えたんだろうこれ。何を見間違えたん俺は一体。もう嫌になっちゃうわ。嫌になっちゃうもうこの子。この人嫌になっちゃうわ。最近認知プレイが激しいんだよな。ほらもう、トッポさんもやけになって正義捨てちゃったよ。で、上着も捨てての。さて、上着を捨てたトッポさん。おー、朝から流していいもんじゃねえ。で、乳首も捨てた男、トッポ。いいね、虹き玉作れるからな、こいつ。これ優秀だよな。で、サポート乗っけて、まあ、できればここでも倒したいから破壊玉打っちゃおう。さて。ズボンだけは残しておきました。さて、ズボンだけ残した男は倒せるのかどうか。まあベジータは大丈夫でしょう。まあ 60% 軽減。あ、勝った。そんな硬いの。悟空がそんな強くねえかな俺で。倒せるかな。怪しい、なんとも言えんライン。いや、この BGM マジで。なんでこんなにこの BGM 神なの、本当に。本当に神だわ。3番目に好きだもん。1番ゴジータ、2番ブロリー、あの、周年のね。で、3位がジレン。ジレン。3位がトッポ。ね、この周年キャラの BGM に続いて、工場の UR のキャラクターが第3位に入るっていうね。で、1300万。頑張って倒してくれ、お前。軽減捨てたくないから。軽減捨てたくないからさ、倒してくれ。ナイス。仕事できる男。で、
終わりかなこれ。あ、気力減少、気絶無効。気力をマイナス6にする？え、マイナス6になってんのこれ。なってる感ないんだけどみんな気力高すぎてなってる感がなさすぎるまあとりあえずジレンさん服脱いでもらおうか。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。うわー、おお、エロい。でおおおおおおお、エア、エア、乳首どこ行った。でここでスタンバイしましょう。おっと、そこ必殺か。あ、待って、ジレン必殺食らうとなんかなかったっけ。敵の必殺を、あ、そうね、敵必殺受けるたびに 50% 上がるから、あ、こうしよう。でこいつもスタンバイするけど、ちょっともう、あの、もうこいつの有給消化はもうどうでもいいんで。でここアイテム使っていくか。初めてだな、これ。ジレンで必殺食らえるの初めてだから楽しみだわ、普通にで、あー、身勝手パンチもできるけど、あべ、身勝手の分がねえな。いや、初めてジレンで先手必殺食らえるからな、楽しみ楽しみ。まあ、アイテム使えば 100% 軽減とはいかなくとも 100% か、何パー軽減だっけこいつ。 60% だっけ。おいね、敵視点の、あ、待って、クリティカル、え、3400万。え、こいつ会心出した、もしかして。え、会心出した、敵会心出すの。会心でさ、あれじゃない、あれ、ディフェンス無視だからさ、えぐい火力出るんじゃないこれ。アイテム使ってなかったら死んで出せたんだこれ。え、恐ろしい、敵が会心出すんだ、もう怖いね怖いね。今日調子いいなって言おうとした瞬間に食らうんじゃねえ。やばい、気力が全くねえ気力が全くなすぎる。あー、確かにこれ厄介だな、意外と厄介だな。うん、これ得意属性だからこいつ先手にするか。で二次機能は取って、あー、でもマックスいかねえか。まあじゃあこうでいっか。まあ一応ベジータの復活もここであるんで問題ナッシングだけど、おっと、ちょっと、おっとっと、え、マジか、アイテム使って結構食らうな。で敵視点のこれかっこよすぎ待って、マジクリティカルって、敵のクリティカルってマジ何敵のクリティカルの仕様が分かってない。ガード無視だとしたらやばくね。ガード無視、属性無視だとしたらもうドッカンバトル終わるよもう終わっちゃうよ。じゃあここ身勝手パンチするか。あ、飛ばしちゃった。さて、いいね、助けに来た息子を間違えて殴る。まあアイテム使っていくしかないよねこれ、怖すぎるもんな怖すぎるかんなこれ、クリティカルが怖すぎるマジで。仕様が分かってないから何とも言えんかんな。まあでもこれで倒してな、まあさすがに無理か、倒すのは無理かな。いいね、筋肉ムキムキの2800万。はい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 、あい下手くそ。で筋肉ムキムキの男が幼子を殴る、もう事案だなこれは。強っ。これもう一ステージあんかな、 LR 出てくるLR まで出てきたら結構やばいんだけど。アイテム使い切っちゃってるかな。でもここそうじゃん、俺ここで終わる気満々でいるけど、このステージさらにもう一個あったら罪じゃない復活も使った、アイテムも使った、ナイス。いや、ここでも倒そう、もう万が一次があっても一応アイテム1個だけ残せるから、 40% 経験もう1段残せるからワンチャンある。おっと、いいね、美味しいところはトッポに持っていかせる。で復活したから確定回避で1000万。いいね、強い、無凸だからなこれ、無凸でこの火力で、ジャスティスクラッシュぶち込んで終わり。終わった。え、でもすごいね敵の会心はちょっと効いてないよ。え、これ属性とさ、ディフェンス無視だったら本当にもうやばいっしょ、ゲーム性が崩壊するよちなみに何ですか条件、フルパワーか。
あれフルパワーならいけんな。結構いろいろ入るしな。フルパワーって結構ね、カテゴリーの定義曖昧だからな。ビーストも入るしで。まあじゃあ最後にチケット引いて終わりにしますか。狙いは歯茎。まあ歯茎とつってね、使いたいんでね。おっと、トランクスがはげた。まあ多分終わった。多分終わった。ボージャック、ご飯、じゃこ。おお、何もじゃねえ。何も嬉しくない。こいつ弱いかな、確か。まあ、リーダースキル優秀だけどね。リーダースキルは優秀だけど。はい。といった感じで終わりにしたいと思います。まあ、銀河ご飯のちょっとね、感想としては、今後のインフレが心配。敵が会心をバンバン出すステージ、ちょっと怖すぎますよ。はい。といった感じで終わりにしたいと思います。ではまた。